ぐっと伸びてる伸長感を感じ取るのが目的です。肩甲骨のあたりの筋肉がギュギュッと締まる感じがあると思います。皆さんこんにちは、大野久乃です。本日は細い体のラインを保つためのトレーニングを解説していきたいと思います。2種目です。こういった方がいらっしゃると思うんですよ。筋トレは体を引き締めるためにしたいけど、あまりムキムキしたくない。これはすごくお気持ちわかります。僕もトレーナー長くやってますので、そういったお客様もたくさん見てきました。その他の方に言いたいんですけども、安心していただきたいのは、そんなに筋肉は簡単につかないってことです。筋肉を大きくしていくということは限界があります。運動全然したことない方が筋トレを始めたら、最初は筋肉がつきやすい、筋肉がちょっとついたなっていうになるかもしれません。でもそれがやればやるほどどん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 際限なく大きくなっていくわけじゃないので、安心してください。もし仮にこれを見てる方がものすごい才能があって、トレーニングをしっかり頑張って、いや私の想定よりも筋肉が随分ついちゃったぞっていう場合は、ちょっと休んでいただけたらその筋肉は落ちると思いますから、どちらにせよそんなに心配する必要ないですね。2つ目としては、今日のトレーニングで体の細いラインを作るトレーニングになるかっていうと、僕の考えでは筋肉というのは姿勢を維持するために大変重要な役割を持ってます。体の細さとかラインというのは姿勢ですごく決まるんですね。競技でポージングって言って、体を操作して体のポーズを決めるポージングをしていても非常に感じます。体のコントロール一つで細く見せたりすることもできるし、大きく太く見せることもできるんですね。それぐらい体の各筋肉や関節の可動をうまく考えて動かすことによって見た目っていうのは変わります。筋肉を鍛えるとその部分がですね、どんどん細くなっていくわけじゃないんですね。これ前提です。だけれども今日の2種目をやることによって、背中と腿の裏側の筋肉を効果的に使って、足のラインがまっすぐ、背中のラインがまっすぐっていう風になって、結果的に細く引き締まったラインを作ることができると思います。そういう2種目にしましたので、このエクササイズをうまくやることによって、体の綺麗なラインが作れる、そして背中やももの裏側の筋肉といった重要な部分を鍛え整えていくことによって美しく見せることができるという認識でやっていただくといいんじゃないかなと思います。ですからハードに鍛えるよりもうまく鍛える、使ってる部分の筋肉はきちんと効くようにするという風なことを意識してやっていきましょう。1つ目はエアプレーンです。このように物がある方向に立ちます。左足を上げていきます。左手は何かに触る、左足は後ろに引くように上半身を倒していきます。スッ、戻す、はい、スッ、戻す。これのポイントとしては、スッ、ターゲットは右のももの裏側の筋肉、軸足側なんですね。軸足側のももの裏とお尻、そして上げてる方の足もお尻の筋肉を使っています。たくさん上げることが大事なのではなく、軸足側の筋肉や上げてる側の筋肉のももの裏とお尻の筋肉のギュッっていう収縮感、ググッと伸びてる伸長感を感じ取るのが目的です。息も吐きながらやってみましょうか。多分よくあるエラーとしては、こうしていくときに多分こう開いていっちゃうパターンが多いと思うんですね。はい、前足側が外側に回転せずに、前側のももの、ももですね、前足側のももが開いたりせずに、内側でまっすぐ止めておけるようにしてください。そうすることによって非常に筋肉に効いてきます。あと2回いきましょうか。はい、OK です。反対側も行きます。同じく今度は左足側にしていきます。腰があまり回転しないように、ももお腹の筋肉ですね、正面に保ったまま動かしていきます。あと5回ですね。6 7 8 9 10。はい、 OK です。ももの裏側の筋肉がバリバリに効いたんじゃないかなと思います。
結構ふらつくと思うんですけど、そのために片手をどっかしらに持って安定してやってみてください。はい、では続いては背中のエクササイズを行います。この背中のエクササイズは足の位置にポイントがあります。ただやるだけだとあまり効かないので、ちょっと足の位置に注目してください。まず壁を使います。壁からちょっとだけ離れたところに立ちます。ちょっと5センチぐらい膝を壁にくっつけちゃいます。で、膝をくっつけるだけじゃなくてお腹もくっつけちゃいます。こうするとどうでしょう。多分ちょっとお腹つけにくい人いると思うんですね。先にこの胸の方がついちゃうみたいな人いると思うんですけど、それでちょっと腰が反っちゃってるんですよ。膝をつけてかつお腹をつける、しかも結構ぴったりくっつけるという風にすると、不思議と多分もうすでに腹筋スイッチが入ると思うんですね。腹筋スイッチ入れないとくっつけられないんで、このように作って手はピストルグリップ、ピストルをこう打つみたいな手の形にします。そして手の平側を壁に向けます。こうすることによって肩を下げることができるんですね。それをするだけで腹筋きついし、すでに背中側が締まってるって感じがあると思うんですよ。手はそこまで狭くしなくていいので、自然な範囲でちょっと開くようにしてください。そしてその状態で肩甲骨、つまり背中側を内側にかつ下側に引いていきます。手も自然と後ろ側に行くと思うんですけど、手をたくさん後ろにするというよりも背中全体で内側かつ下にしてみてください。そうすると背中の真ん中、そして背中の下側、肩甲骨のあたりの筋肉がギュギュッと締まる感じがあると思います。一生懸命やろうとすると多分膝とかが離れてくると思うんで、離れないように気をつけながらやっていくというわけですね。じゃあちょっと10回やってみます。膝つけて、お腹つけて、ピストルグリップ、手を下げる。で、目線は前でもいいんですけど、余裕がある人は上を向いてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK です。いかがでしたでしょうか。いろんなエクササイズで背中の筋肉、私使ってる感じしないなって方がいたとしても、このエクササイズをやると効いた感じがするんじゃないかなと思います。ちっちゃな動きですけども、とっても効きますので、ぜひやってみてください。今の姿勢を保つこと自体が難しいみたいな方もいると思うんです。やっていくうちにだんだん膝かお腹かどっちかが離れちゃうみたいな方いらっしゃると思うんですけども、その場合は手を動かすことよりもくっつけることを意識して、その中でできる範囲で動かすという風にやってみてください。参考になりましたでしょうか。2つのエクササイズしっかりやっていただいて、締まったボディラインぜひ作ってみてください。今日の動画はここまでになります。面白かった、ためになったと思われる方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。